ありがとうしてと、またぜひ来たいです。めちゃくちゃ雨がまた降ってきました。現在時刻は午後6時5分。ちょっとここにある百貨店かなにちょっと寄っていきたいと思います。なんだか百貨店なはずなんですけど、めちゃくちゃおしゃれでかっこいい。いやー、めちゃくちゃ高級な百貨店でした。それでは、さらにルーブルの方に向かって歩いていきます。この見えてるの、もうルーブル美術館ですかね。その裏側かな？やっぱりこれルーブルですね。中通り抜けできるかな？ちょっと行ってみましょう。なんかこっち側から来ると全然違いますね、ルーブル美術館も。なんかちょっと新鮮。あそこになんかつくしみたいなモニュメントがあるんですけど、あれ今作ってる新しいところですかね。あ、ここから抜けると光のピラミッドのところに出られるんですね。また素敵な音楽も流れてるじゃないですか。あ、演奏してるんだ。昨日も来ましたけど、やっぱりルーブル美術館いいね。やっぱりすごいね。何度来てもテンション上がりますね、ここは。いやー、美しい。こう思わず歩くスピードはゆっくりになりますね、ここは。この美しさを目に焼き付けときましょう。現在時刻は午後6時38分。この時間でもルーブル美術館はすごい人ですね。で、今気づいたんですけど、今日金曜日だから多分9時半ぐらいまで空いてる日ですね。しかも多分無料で入れるんじゃなかったかな、金曜の午後は。ああ、金曜のその夜は。だからめちゃめちゃこれから混むかもしれないですね、ルーブル美術館。僕らは昨日、見れたので、ひとまずホテルの方向に戻りたいと思います。それではですね、オペラ通りを通って、オペラガルニエの方に行って、でそこから、ホテルの方に曲がって向かいたいと思います。よく考えたらこの度初めてですね、このオペラ通り歩くのは。これ渡っていいのかな、信号ないよね。やっぱりオペラ通りは街並み素敵ですね。この雨じゃなければゆっくり見られるのに。オープントップバスが U ターンしてます。お、曲がりきれるのか。お、切り返しです。雨も上がったというか小降りになったので、またこうして動画を撮る余裕ができました。ここはピラミッド駅。こういうカフェとか結構ありますね、この通りも。やっぱり昨日に引き続いてのモノプリ。ここはオペラ通りのお店ですね。ここで妻が物色中です。安いと唸っております。ニュクスのオイルが12ユーロ、安い。メルビータも安い。ラロッシェポゼも安い。現在時刻は午後7時12分、モノプリでお買い物してきました。外出たら結構暗くなってますね。でも雨は降ってないので
うん、大丈夫です。この雨上がりが、なんだろう、こう反射して、すごい綺麗ですね。あらあら、これ、ピエールエルメじゃないですか。マカロンの名店でしたっけ。夜のオペラ通り、めちゃくちゃ綺麗ですね。これは美しい。そして目の前のオペラガルニエがライトアップされてすごく輝いています。続いてこちらのル・チョコレート・デ・フランセス行ってみましょう。チョコレートのお土産を買いました。袋が可愛い。オペラガルニエがめちゃくちゃ綺麗。イルミネーションが点灯されるんですね、夜は。これは見応えがあります。オペラガルニエの正面です。確かにこれは綺麗。人気なのも納得ですね。オペラガルニエを離れてホテルの方向に歩いて行っています。この通りも綺麗だね。よくよく考えたらこの通り、パリに着いた日にあっちをスーツケース引いて歩いていた道ですよね。なんかあの頃はまだ気持ちの余裕がなかったんですけど、今は街並みを楽しみながら歩けてます。大きい交差点に出ましたね。ここをさらに、右斜め前方の方に進みます。ここメトロの駅なんだ。リシェリュードロウト。ここは5サロ見たくなってるんですよね。6サロ ?5 サロ見慣れた通りまで帰ってきましたね。ホテルはもうすぐです。では初日に引き続いてホテル近くのこのカルフールシティさんで食べ物とか飲み物を買っていこうと思います。ここすごいなぁ。初日もすごかったけど、ここのレストラン人気なんですね。おお、道が狭い。初日に引き続きカルフールさんでお酒とか食べ物を買ってきました。それでは部屋で夕食にしましょう。ホテルに帰ってきました。ただいま。部屋に帰ってきました。それではパリ最後の夜を楽しく過ごしたいと思います。現在時刻は午後9時20分。部屋に帰ってきてシャワーを浴びてメグリズムを貼って一息つきました。それではこれからカルフールで買ってきたサラダと、これはもうパスタサラダかな、それと軽めのビールでパリ旅最後の夜を過ごしたいと思います。卵とバケットとチキンとチーズとミートソースみたいなやつかな。パワーサラダみたいなのが出来上がりました。とっても美味しいです。パリに来てから野菜不足が続いてたので、
なんか体が喜んでる感じ。ごちそうさまでした。サラダ美味しかったです。今回の旅はカルフールさんにお世話になりました。ありがとうございました。現在時刻は午後10時35分。今夜も心地のいい旅の疲労感です。いよいよ明日はパリ旅最終日となります。夕方過ぎに空港に向かって、夜7時だったかな、の便で日本に帰国予定です。それでは今日はそろそろ寝たいと思います。おやすみなさい。Thank you.